どうも、桂揚げ千代です。千代チャンネルです。今日はこれから簡単日本神話の落語会天狗編が行われようとしております。その楽屋からレポートしております。今日のゲスト生徒は落語会一の妖怪通であります。柳家喜三郎師匠です。どうぞします。でよろしくお願いします。皆さん、お、天狗の羽をされました。師匠、今何をされてるんでしょうか。今のミレアの千葉広いのをね、はい、してきたから、ね、ミレアの千葉広いちょっとセッタがですね、はい、劣化してまして、はいはい、白い粉がすごく出てるので、はい、今あの綺麗にしてるところです。いや、本当に出てますね、白い粉。おそらく天狗の仕業じゃないかと思うんですよね。天狗か、確かに山とかでね、なんか起こった怪奇現象、全部天狗の仕業と言ってました。そうですよ。でも、皆さん、これは、あなたのせいです。天狗のせいです。いや、思いっきり、セッタの白い鼻緒から塗料を剥がれてましたから。いやいや、さっき逃げてた天狗が怪しいんじゃねえか。天狗なのですかね、これ、はい、いや、許せねえな、やれっすよ。いそいそと掃除をしてくれてます。いや、素晴らしいです。恥ずかしい。はい、でも今日はそんなわけで天狗の講義です。もう羽根さんは本当妖怪全部詳しいですからね。天狗なんかも難しいんです。難しいですか。楽しみですよ。なんかでも天狗どうですかね。羽根さんにとって天狗ってどんな存在なんですか。まあ人生みたいなもんかな。いやいや、そう、それ飛躍が過ぎますよ。人生どういうこと。天狗みたいな人生だったら良くないじゃないですか。本当だね。天狗になってたら。いや、でも本当に分かんない。捉えどころがなくて面白い存在だとすごく思ってますよ。いや、本当ですよ、ね、よくこんな難しいテーマ選んだ、ね、いや、私も前回修験道をやりまして、はいはい、その時にやっぱり天狗ともどうしても関連してくるんでね、ピンときちゃう。で、天狗の本なんかも読んだら、これはちょっとやらなきゃと。で、そうそう、幅広いしね。いや、広い、本当広いですね。どう切るかによって変わってきますもんね。いや、本当ですね。なんか深掘りすればするほど、まさにその桃太郎のテーマもね、うん、まあやりましたけど、今その話してたら、まあ、姉さんから、はい、桃太郎も結構調べたつもりだったんですけど、うんうん、すぐ全然知らない情報が、うん、桃太郎も奥が深いですね。やってきて、香川の、そうそう、木梨、鬼なしと書いて木梨、そこ知らなかったですね。私も地元の方に連れて行っていただいて、はい、それはそこ目指して行ったんですか。たまたま香川でお仕事いただいた時に、はいはい、現地の方があなたお化け好きな、はい、こういうとこ好きでしょって言って連れて行ってくださったんです。おー、それはいいな。そしたら犬猿記事のお墓があったりとかして。犬猿記事の墓あるんですか。そこだけじゃないですか、全国で。いや、そうだと思いますよ。お供の犬さん、面白い。ぜひあれはおすすめです。名前もついてるんでしょうか。なんかね、書いてあるんだかもしれないけど読めないんですよ、はい、それちょっと看板とか出てるんですか。犬猿の記事の墓ですか。記事の墓っていう感じで、別に犬太郎とか、はい、あのジョンとかそういう名前はついてなかったと。それいつぐらいのその年代の。いやー、ちょっと炭素反応みたいなしみたいな、わかんないかもしれないです。桃太郎の墓ないですか。あったかもしれないですけど、私はそっちのインパクトが強すぎて、ね、いや、それめっちゃ面白い。それ行きたいな。ぜひ。こいつ香川のどこに。木梨って どのあたりというか。いや、でも割と高松からそんなにバカに離れてるわけじゃないと思います。まあ、高松じゃうどん食いだついでに行けるようなところですよ。いや、香川、高松から鬼ヶ島という小木島、目木島ってそこは行ったことあるんですけど、そっちは有名ですよね。ですよね。そんな、うわ、それ面白い、行きたい。他にも牛鬼の像があったりですとか。え、なんすか牛鬼ってのは。あの、愛媛とかを中心に西の方とか。牛鬼ですね、牛鬼、あの雲みたいな形の。はいはいはい。雲的な形に捉える場合もあるんですけど、はいはいはい、モモンガみたいな形の牛鬼が昔から絵巻物に残ってまして、それをそのお寺が88カ所に入ってるところなんですけど、はいはいはい、像を作ってたんです。へえ、そうなんだ。他にもやっぱり、はい、ストクイン絡みがありますしね、はい、当然、はい、あとは、ジンゴロウ絡みのお墓みたいなのがあったりとかしてね。
左甚五郎の。そうなんですよ。お墓。ちょっと怪しいでしょ。怪しいです。あとはそれこそ天狗絡みの、ね、場所もありました。腰掛け石。出た。腰掛け石ほど雑なスポットないところですよ。無限にある。無限にしますよ。腰掛け石ほど。あれはすごいですよね。でもやっぱり妖怪好きとかお化け好きって言ってると、はい、いろんなところで皆さんがそういうところ連れてってください。そっか、好きって言うもんです ね、 ね、楽しいです。いや最近も僕神社がね、神様が好きからの、ね、だんだんその講義テーマがちょっとそっち寄りに妖怪寄りになってきまして、なんかネタ帳見たらほんとにそう高いそうなんですよ、まあ、親戚みたいなもんですから ね、 ね、でもいやちょっとオカルトになってきてますね、なんかこっち来ちゃいなさい。学術的なお客さんがみんないなくなるよ。そうですね。いやいや面白 い、 いや妖怪、大人の子供の時のあの妖怪じゃなくて、大人が見た妖怪ってまた面白いですね。子供は見て見て、うん、想像して楽しむんですけど、大人はこう噛み砕いたりバラしてみたりまたくっつけてみたりっていう、本当に面白い。って面白いですよね。ウルトラマンとかも今見たら面白いですもん、うん、なんかメッセージ性とか実はあって、特にセブンとかね、セブンね、そっちも行けますか。結構移民問題とかね、戦争戦争を切ってたりするんですよね。そうなんですよ。だからやっぱり妖怪自体ですね、風刺に昔はよく使われて、はい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 、今なんかもいろいろコンプライアンスとかうるさいじゃないですか、うんうんうん、確かに。それじゃあ妖怪の話にしとけば体が立たない。うわあ、なるほどね。だからこれも天狗のせい。うわこう、まあ、止まりましたね。いやこれはで分かってるからはっきり。いやいや。はっきり分かってますか。さっき天狗が逃げて。天狗逃げてました。いやありがとうございます。というわけで、はい、非常に今日も楽しい会になりそうです。こちら天狗の会配信もございますからね。現地に来られなかったというお客様も2週間は見られますか。ぜひともご覧いただきたい。落語の方にもね、天狗の話いっぱいありますけども、ゆきさぶろしも私も今日天狗というテーマですから、天狗に絡んだ落語をやろうと思っておりますから、そちらの方も天狗の落語、そして天狗の講義どうもお楽しみくださいませ。そういうわけで楽屋からお送りしました。さあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。